吉田友発見動画チャンネルの吉田友です。ここは町田市成瀬の三つ又にありますたぬき山です。現在ではこの子どもさん方の冒険遊び場となっておりますが、昔は雑木林でした。竹が多くなってますが、昔は雑木林、このずっと遥か以前、今から約30年以上前のことですが、このポケモンの作者であります田尻聡さんがこの近くに来てたんじゃないかなと私は前から想像している地区です。そうしたこの以前の林の中でおそらくクワガタなどを取ってたのじゃないか、そういう山にふさわしい山だろうと、一番最も似つかわしい山ではないかというふうに吉田友は考えております。そういう意味でこの聖地巡礼というような考え方でこの地に参っております。最も私自身はこの成瀬地区の一角に住んでおりまして、私の家からすぐ近く約10分ほどで到着するのがこの成瀬のたぬき山の現状です。もう少しこの地域を探索をしてまいりたいと思っております。こうしたこの緑豊かな地域の一角です。現在では宅が多くなってますが、以前はこの雑木橋の一帯でした。そういう地域からご案内しました。終わります。